戦闘機に乗ってるかのようなねこのスピード感が味わえて最初前作見てる方ももちろん楽しめるし見てない方ももう無条件で楽しめるやっぱデンジャーズオン口ずさみましたもんねやっぱ言いますもんねあれは映画館でやめろよいやいやだし心勝ちパックですけどでももう我慢できずやっぱ言っちゃってました変なやついるなってなるよ テーマパークとか行く必要ないですね。<laughs> もうジェットコースターとか別に乗る必要ないです。いやでも本当そんぐらいね、はいうん。感覚的には本当に。大、うん、え放り出されないの？ポップコーン大丈夫みたいな。ほんまあもうだらけでしょうね。<laughs> <こ>ういやなってもおかしくないぐらいの感覚なのよ。<laughs> そうそうそう。臨場感が本当にすごくてスピード感もね。びしゃびしゃなんじゃないのあれ大丈夫なの？それシートがねでかいのがいいんですよ。 あの隣夏がいて、普通のとこだったらぎゅうぎゅうパターンがあるんで。そうね、ああ、もう両方審判してますけどっていうパターンがあるんですけど。それがないのがいいですね。やっぱねそう、だから、ちょっと心配したんですよ。隣大丈夫かなと思うんで。動かねんじゃねえかっていう。そうそうそう、固まっちゃうんじゃねえか。やっぱね。アメリカンサイズになってるから。そういう方は回るから。いや、エムエックスフォーディーの。すごい。最高でしたね。座り心地もめちゃくちゃ。シンプルにいいからね。いい、いい。 浜辺であのボール二つ使うアメフトやってる時に風の演出があるっていう細かいこだわりあんなコクピット内は風はないからキャノピーがあるからどこで風使うのかなって言ったら浜辺のアメフトのシーンで風使うんだ普段バイク乗られない方でもそのバイクに乗った時のその風の感じ方とかも わかると思います。スピード感とか。バイクの教習所にこれを置いといた方がいいよね。<laughs> 練習できるもんね。<laughs> ね雨の日とかも。あ、雨の日はできるかもしれない。ね、ちゃんと講習受けて。うん、いや、これは楽しかったですね、うん。冒頭の方でね、あの、極超音速試験機の実験があった後。うん、あの、パイロットのね、存在。うん、パイロットってのはもういらないもんなんだみたいなこと、上巻からね、マーヴェが言われるわけですよ。うんうん、これ本当に、やっぱ、今の。 科学の発展とかで言ったらこれトップガンって今回の映画はこの飛行機を題材した戦闘機を題材した映画の本当最後終着点なんじゃないかっていうぐらいいろんなもんが詰まってる超面白かったですねクルーズはかっけっかっこよかったですあの男川崎でね走り抜ける確かにね忍者ですかねあれ忍者ね昔の方も出てたからね当時の方もよく残ってたな古い方ねねえ9 乗っててああ焦れるなって思いましたね。あのスピード感がたまんないですね。いやもう全然もうヘラヘラもヘラヘラもう本当ここ数年緊張感ないですね。ない確かに。そうなんですかナスさんも。全然ないですね。楽しくやってますよ。なんでも頼もしいですよ。ああありがたい。すごく。はい全部やってくれますからあの先頭に立っていろいろやってもらえるんであの頼もしく自分は。 一生懸命ついていければと思ってます。食が細いところですね。食が細い。その違和感。違和感。謎の現象。世界七不思議の一つですよね。確かに。なぜなんだっていう。この体型を維持するほどのカロリーは取れてないっていう。どこどこから吸収してんだっていう。なんなんですかね。ネコが入ってるんじゃないかっていう説もありますからね。樹木なん。そうそうそう。気持ち悪い。緑化性とあの地面からの水分をっていうね。意外と植物性だった。実はそうなんです。